こんにちは、池田真子です。今日のマカチャンネルはコスメです。はい、今回は韓国コスメを紹介したいと思います。実は先週にも紹介したんですけど、その後編みたいな感じで他にも買ったものがあるので紹介していきたいと思います。見た目も可愛いものだったり、変わった形のアイテムだったり、いろいろあるのでチェックしてみてください。それではご覧ください。マカチャンネルスタート。1つ目はこちらです。じゃん、ブーケガールにケアリップバームピーチ。お値段はスタイルコリアン657円です。中はこんな感じでピンクゴールドのパッケージになっています。で、こちらはこうパッて抜くんじゃなくて、ねじって開けるタイプなので、しっかり締めることができます。はい、カラーはこんな感じです。はい、実際に塗ってみるとこんな感じで、ちょっとオレンジがかった感じのコーラルカラーになっています。こちらはシュアバターとあと蜜ろうっていうのも入ってて、すごく唇を保湿してくれるし、これ1個でも使えるし、例えば口紅の下地としても使うことができます。色もすごい血色をよく見せてくれる色なので、しかもナチュラルだし、学校に行く時だったりナチュラルメイクにもぴったりかなと思います。次はこちらです。じゃん、同じくブーケルガルニのハンドクリーム、シトロングレープフルーツです。お値段はスタイルコリアンで590円です。 50g と入っています。すごい柄も可愛くて、ちょっとグレープフルーツなんですけど、もうこの香りがすごい好きで、めっちゃグレープフルーツでこんな感じで飲みます。あー、めっちゃ爽やかな感じで、あの柑橘系が好きな方は絶対好きだと思います。それは飲みもいいし、今これ濡れたんですけど、触った感じもすごくしっとりしてて、しかもベタつかないし、時間が経っていくとこうサラサラしてくれるので、すごく使いやすいなと思います。これからの季節はこういうハンドクリームとかは欠かせないので、バッグに入れてても可愛いし、使ってもいい香りだし、すごくいいなと思います。他にもいろんな香りが販売されていたので、ぜひチェックしてみてください。次はこちらです。じゃん、ミディキューブレッドソリュージョンキット。お値段はスタイルコリアンで2399円です。中にはクリアスポットパッチ24枚とレッドスポットクリーム 10ml が入っています。こちらのクリアスポットパッドは、こうニキビができたところに貼ると、悪いものをこう吸収してくれて、このパッチが吸い取ってくれるんですよ。で、他にニキビ以外にも、例えば傷口だったりとかも、他の細菌とかが入らないように予防してくれたりとか、いろんな使い方ができます。そしてこちらはクリームになっているんですけど、例えばここにニキビができたとして、上につけたらこうトントントンって指でつけてあげるんですけど、これ実際に私この前ニキビができてしまって、そこにこれをこういう風に使い続けてたんですけど、じゃあだんだんと消えていって、ちょっともう分かんないかな、なくなったんですけど、これはこれだけでも使えるし、このさっき紹介したパッチの前に使うこともできます。こちらとこちらを使うと、すごいニキビの治りを本当に早めてくれるので、すごい嬉しいし、そういうお肌のトラブルで悩まれてる方にはすごくおすすめです。はい、次はこちらです。じゃん、ミディキューブレッドコンシーラー21号。お値段は2303円です。で、こちら中がすごく可愛くて、じゃん、注射器型になっています。かわいい。こんな形ちょっと初めて見たと思って、こちらはコンシーラーなんですけど、使い方ももう注射器みたいな感じで、この横と横のところにロックがあるんですけど、こうくるっとそこを回して、ロックを外して、でこちらを押します。注射するみたいに、キューッ、あ、いけるよ、出しすぎたこんな感じで出てきました。ちょっとね、出しすぎ注意なんですけど、そーっと出して使ってください。で、こちらもお肌にこうやってのせていくんですけど、こちらのコンシーラーはすごいカバー力があって、でしかも柔らかいテクスチャーで、つけ心地、つけた感じもすごい軽いので使いやすいなと思います。あと SPF が30で PA が3+なので、 UV 効果があるのもいいかなと思います。シミとか赤みだったりをしっかりとカバーしてくれるので、しかも結構たくさん量も入っているし、見た目も可愛くていいかなって思います。
あとこちらのこのメディキューブっていうところはすごいあの敏感肌の方でも使っていただきやすいものが販売されているので、お肌の弱い方だったりそれ荒れたりとかが気になるなっていう方は一度こういうのもチェックしてみてください。最後はこちらです。じゃん、ヘイミッシュのディールズムブローカラー1番ライトブラウンで、お値段は938円です。こんな感じでシンプルなデザインになっています。このマスカラは多分前にも紹介したことがあると思うんですけど、あのサイズ的にすごいコンパクトなのでポーチに入れててもかさばらないし、色はこんな感じになっています。明るすぎず暗すぎずでちょっと黄みがかった感じの色なので、イエローベースの方にはぴったりかなって思います。今回はこれで以上になります。いかがだったでしょうか。今回は韓国コスメを紹介しました。今回はスタイルコリアンの購入品後編だったんですけど、このスタイルコリアンっていうサイトで私もなんかいろんな、あ、こういうメーカーがあるんだみたいな感じですごく知っていったりとかして、こんな風にいろいろ使ってみたんですけど、まあ、すごい本当に毎回なんか気に入るのがたくさんで、こういうニキビのパッチとかは日本ではあまり見ないので、本当にこれはおすすめです。あとはまあこういう形の変わった注射器型のコンシーラーだったり、もうこのハンドクリームもすごいいい匂いなので、ぜひ皆さんにもちょっと使っていただきたいなって思います。そんな感じで気になるのがあったらまたぜひチェックしてみてください。商品名は概要欄にも全て書いています。他にも池田もこのもこチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田もこの韓国コスメの紹介でした。バイバーイ。